真珠の聖域ツアイロン4階層です。パーティーがギルディとアストになります。ツアイロンが弱点の移動があります。歯車の中に弱点があって、弱点を1回貫くと次の歯車に移動する形になります。各ステージによって弱点の移動の位置が変わります。で、弱点はこのステージは4つあります。下が1、左が4、上の右が2、左が3、全部で4つのルートがあります。で、1、2、3、4、4番目にまた弱点を攻撃すると、次もう1回また1段目からスタートになります。で、ボスと歯車は HP が共有になってます。なので歯車に攻撃してダメージを与えていったり、ボス自体にダメージを与えていくのも大丈夫です。で、ギルディは貫通のバランス型アビリティが真珠スレイヤーとレザーストップとアンチ魔法陣になります。で、アストが貫通の攻撃、真珠スレイヤープラス魔法陣ブーストあります。ギルディの友情が防御弾ブラスト、かなりこれが強かったのと、アストに関しては味方を補足と、あと自強化もありますので、かなり強かったです。今回はギルディとアスト、ギルディアストで行ってます。第2ステージがツワイロンと歯車が HP がリンクしています。で、ここは一番最初が真ん中が1番目で、右側が2番目、左側が3番目になってます。交互にダメージを与えていく形になっています。なので3番目触れて、はい、ボスに通ったので今2番目の弱点になってます。で、これが横で2と3で、はい、ダメージを出していきます。第3ステージがツボが出てきますので、ツボを処理で、ツボは2体のツボ、ワンターンに2体のツボさせるので、なるべく倒してから全部倒していきましょう。で、ドクロマーク展開後、ツワイロンから1番目、左側が2番目、右側が3番目の歯車になってます。歯車とボスは HP リンクしています。弱点を攻撃することで場所が移動しますので、必ず弱点のロールルートをしっかり把握しておけば大丈夫かなと思います。で、弱点にめがけなくてもツワイロン自体攻撃が通るので、歯車に集中攻撃しなくても斜めとか弾きでいくと、ツワイロンも当たりつつダメージを稼げる。で、今回、フレンドにアストのワクワク読みがついてます。同族のカズキプラス3000になってます。次が第4ステージ。ここのボスのヒットポイント、回復がありますので注意してください。で、まずは1番目のツワイロン、弱点1番目から、左側が3、左側の歯車、上から3、5、7、下
下の歯車左から246になっています。ここは激種変換パネルに踏んで反射になるとかなりしっかりと当たれることができます。で、ボスの1戦目です。ツボは、先ほど5体以上を倒す必要があります。なのでなるべく多く倒してください。あと残ったツボを同時処理。で、クロスドクロマーク展開後歯車が出てきます。で、展開後は上から1番目がツワイロン、2番目の左側が歯車、右側が3番目の歯車になっています。これを弱点を 1,2,3 の順番で移動になります。弱点を攻撃してダメージを与えていく。ここも貫通で歯車。まだまだ青いわ。ボスの2戦目、ここも弱点を集中攻撃してください。ラストここで一斉装置しました。真ん中のツアイロンが1番目、上の歯車が2番目、下の歯車が3番目になっています。で、ボスもヒットポイント回復しますので、これは気をつけていってください。はい、で、歯車を出していきながら、歯車の弱点を通過していきながら、ダメージを与えていきます。で、ボス覚醒後なんですけども、スワイロン真ん中が1番、上の歯車から2、3、4、5、6になっています。弱点を攻撃してすぐにステージ、はい、で、ボスの3戦目、ツボの同時処理が必要になります。ツボは3体同時処理です。3体同時処理、ツボ同士互い蘇生してくるので、第3ステージは同時処理が必要です。ここでラストで左から押していきます。で、クロスドクロ展開後歯車が出てきます。で、下のツアイロンから1番目、上の右側の歯車が2番目、左側の歯車が3番目の順番で交互に弱点を貫いてダメージを与えていきます。ワクワクの3つ系のであれば、同族の過激系がおすすめかなと思います。照明削りとか、照明削りとかは、ボスが、そもそもヒットポイントを回復しますので、過激系がおすすめかなと思います。はい、で、ここで、下の弱点から、はい、歯車を。歯車を全て倒すと、覚醒します。覚醒なのかな。次が最終ステージ。ツアイロンが HP、 これもリンクしています。で、ここはツアイロンが下の2体を倒すことができます。で、順番は上から1番目、左側が2番目、右側が3番目の順番で攻撃してください。スワイロン全て倒すと、歯車が出てきます。で、クロスドクロ展開後で、歯車が出てきます。で、ボスのヒットポイント回復してくるので、必ず弱点は1回触れるようにしてください。で、歯車の数もかなり多いので、
かなり、ダメージを与えないと、どんどんどん HP が回復されていきますので、気をつけてください。はい、鉄アイロンが、はい、倒すと、下の2体倒すと、ドクロマークかな展開で、歯車が出てくるような形になります。で、順番が、スライロンが1番目、左側の歯車2番目、下が3番目、ブロックの下の歯車が4番目、で、右側の下の歯車が5番目、で、上の右側の歯車が6番目になっています。かなりここも弱点はしっかり、1回は必ず入れるようにしてください。ここは斜めからジートツアイロン倒しました。はい、こんな感じで、少しでも参考になれたら幸いかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。もしよろしかったらチャンネル登録、コメント、評価よろしくお願いいたします。